さんこんにちは、ボロタン Z です。これから 3DCG を始めたいと思っている人や 3DCG を仕事にしたいと思っている人たちに向けて、楽しく 3DCG を作るためのコツや情報を伝えていこうと思っています。今回はローポリゴンで画期的なキャラクターモデリングをやっていこうと思います。ローポリゴンで CG のモデルを作ると、ポリゴンが少ないので処理負荷が軽く、リアルタイムで動かすことができます。ゲーム用のモデルを作成するときはもちろん、映像用のハイクオリティな CG モデルのアニメーションをつけるときに、作業をやりやすくするためなど、多くの場面でローポリゴンでモデルを作成します。ローポリゴンにするメリットは大きいので、CG で仕事をする際には必須の技術となっています。しかしハイポリゴンのキャラクターをリトポロジーして、ローポリゴンに落とし込んでいくには、大変な作業と時間がかかります。そこで、もっと早く簡単に楽しくモデルを作ることができないかを試行錯誤していたところ、ブレンダーで画期的な作り方をすることができましたので、皆さんにその手法を教えたいと思います。この手法で、皆さんがキャラクターを楽しく作っていくための参考になると嬉しいです。では、始めていきましょう。では最初に出ているキューブをそのまま使って、キューブから基本的な人間のキャラクターをローポリゴンで作っていきたいと思います。このキューブを人間の胸にしようと思います。キューブを選択して、エディットモードにします。キューブの上のフェイス面を選択して、その面を左のツールからエクストルードします。スケールで少し小さくして、さらに上に押し出して首にします。同じように押し出したり、スケールをかけて頭を作ります。頭の前面の面を3つを押し出して、スケールをかけて顔にします。今度は胴体と腰を作ります。胸の下の面を選択して、押し出したりスケールをかけて胴体と腰を作ります。ここでループカットのツールを選択して、体の真ん中をループカットします。透過表示をオンにして、片方の半分の面ポリゴンを選択して削除します。半分が削除されたら、モデファイヤーのプロパティでミラーを追加します。これで片面だけを作れば、反対側にも同じものができます。次は足を作ります。腰から押し出して面を回転させたりして足を押し出していきます。関節の部分は意識してポリゴンを多めにしておきます。足の先まで作ります。少々不格好な形になっても、後で全体を調整しますので、まずは形だけ作ってしまうようにします。足の裏の面を選択し、少し下に押し出して、横にスケールをかけておきます。足の裏はなるべく平らにしたいので、その周りのエッジを増やすようにしておきます。次は腕を作ります。今度は胸の横の面を選択して押し出し、腕を作っていきます。腕の長さや比率も後で調整するので、形だけ作っていきます。手と指も作っていきます。親指を作った後横にして、横の面に全体的にループカットを入れて、分割しておきます。指を4本にしたいので、指を押し出していきたい面だけポリゴンを半分になるように分割します。ナイフツールで、切り込みを入れていきます。コントロールを押しながらクリックすると、ちょうど半分の位置にエッジを追加することができます。そこから4本の指を押し出していきます。指のポリゴンを選択するときに、先端の頂点を選択しておいて、選択の拡張で選択を拡張していくと、作業がしやすくなります。ここまで終わったら、人体の正しい比率になるように調整していきます。調整する頂点が少ないので、簡単に調整することができます。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる人体図のように、絵で描いた時に美しくなる人体の比率があります。
それを参考に比率を調整します。上半身と下半身は1対1の比率、肩の高さは上半身の3分の2の高さ、肩幅は頭の横幅の 1.5 から2倍、足は股下から膝の長さと膝からくるぶしまでが同じ長さ、足先は足の長さの 1.6 の高さ、腕は肩から肘までと肘から手首までが同じ長さ、手のひらはパーの時が顔の大きさより少し小さいくらい。参考画像を横に置いて作業するとやりやすいです。人間の比率で検索すると参考となる画像が数多くありますので、好きなものをダウンロードしておきます。参考画像のファイルをドラッグ&ドロップして横に置いておきます。身長の単位を合わせておいた方が良いので、マイナス Y 軸を押してフロントビューにして、ツールのメジャーを押して長さを測って画像の大きさを調整しておきます。それに合わせて調整すると簡単です。透過表示にしてポイント選択で全体を調整していきます。横も調整しておきます。ミラーモデファイヤーの右端の適用のマークをクリックして適用します。ミラーが適用されて反対側が編集可能になります。モデファイヤープロパティでサブディビジョンサーフェイスを追加します。ポリゴンが細分化します。分割はそのままでスムースシェードにします。少ない頂点のモデルをスカルプトモードで綺麗な形に整えていきます。左右対称 X をアクティブにして、グラブなどのスカルプトのツールを使ってぐるぐると回しながらシルエットを整える感じで綺麗に整えていきます。制御できるポイントが少ないですが、スカルプトで直感的に整えていけば素早く綺麗に作ることができます。もしうまく形が作れない場合はエディットモードでループカット等で頂点を増やしてください。綺麗なローポリゴンのキャラクターの基本モデルができました。これをベースに作り込んでいけばどんなキャラクターも作っていけそうですよね。今回は顔は作りませんでしたが、顔もローポリゴンのうちにある程度の形を作っておいてスカルプトで整えていけば
どんなキャラクターも楽しく簡単に早く作ることができます。前の動画で作ったキャラクターのように、このベースのメッシュにマルチレゾリューションのモディファイヤーをかけて、スカルプトで細かいスカルプトを行っていくと、素晴らしいキャラクターを作ることができると思います。ではこのモデルにマルチレゾリューションのモディファイヤーをつけて、簡単にスカルプトしてみようと思います。全身タイツのスーパーヒーローを簡単に作ってみます。マッチョマンの画像などを参考に筋肉をスカルプトしていきます。筋肉をスカルプトしているときはなぜか楽しいですよね。
マルチレゾリューションで行ったスカルプトは、ベースのメッシュにノーマルマップでベークすることができますので、ゲームなどで使うことも簡単にできます。簡単に説明すると、UV を展開して新規画像を作成する。レンダーエンジンをサイクルズにする。レンダープロパティの下にベークがあるので、マルチレゾリューションからベークにチェックを入れる。ベークのタイプをノーマルにする。上のベークボタンを押す。ノーマルマップが生成されます。作成した画像のカラースペースをノンカラーにしておきます。パッドのベクターからノーマルマップの濃度を追加します。生成した画像のカラーをノーマルマップに接続して、プリンシプルド BSDF のノーマルに接続します。これでマルチレゾリューションのモディファイヤーを削除しても、詳細なディティールが表現されます。いかがでしたでしょうか。この画期的な作成手法を使うと、簡単に早く楽しくキャラクターモデルを作成していくことができると思いませんか。無限の創造の世界へ飛び出しましょう。次の動画ではこのキャラクターにアーマチュアを入れてアニメーションができるようにしていきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。